さんどうもこんにちは、みなこファミリー TV のみなこです。今日はですね、見てください、じゃじゃん、エプロン。今日はね、よしひとくんも私もとっても大好きでめちゃめちゃファンなタイ料理屋さんの料理教室に参加させていただけることになったので、ちょっと参加したいと思います。いや、料理教室すごく久しぶりで、しかもタイ料理だからとっても楽しみなの。いろんなさ、スパイスだったり見たことのない調味料だったりするわけじゃん。ちょっとワクワクするよね。というわけで早速行きたいと思います。さあ、こちらの階段上って2階にあるんです。もう超常連さんだから私。あ、見ていて、ほら、お料理教室もやってらっしゃる。というわけで早速行きたいと思います。こんにちは、今日お願いします。よろしくお願いします。今日先生、何を教えていただけるんですか？今日ね、三品で、カオマンガイ。カオマンガイ、大好き。豆干スープですけど、今の時期が豆干が手に入らなくて、大根が変わってもらって、で、もう一品が、大パッキンっていう、で、鶏肉と生姜炒め。で、大体調味料が一緒に使えるので、調味料はそんなに あれもこれもいっぱい使わずに、調味料が結構かぶってて3品作れるんですね。はい、じゃあ今日はお願いします。はい、よろしくお願いします。調味料がわからないと、買っても、あまり使わないと、まあ、飽きちゃうから、同じ調味料を使って2品でも作れるから、作るとき嬉しいので。ああ、それは嬉しい。そういうコースを、はい、こちらがソイビンペースト。ソイビンペースト、大豆入ってる、不思議だね。香りはなんか麹みたいな感じなのかな。どうぞ、これ、味噌っぽい感じではある。おいしい。これ、私好き。で、次は、バクソース。このバクソースは、チキンライスのタレに使う。これも、とろーっとしてる。うん、黒蜜っぽい感じもするし、そのままの味なんだね。すごい。次はこちらの、ソイビンソース、炒め物でも合います。今回使うのは全部。全部、はい。じゃあこれは卵黄ですね。はい、これはちょっと本当にお醤油、白だしみたいな色だね。あ、どれでもダメです。目玉焼きだけで、ソース、このソースかけてご飯のせて食べる。あ、おいしい。これはおいしい。なんか馴染みのある味ですね、日本で。最後、オイスターソース。で、ただオイスターソースもいろんな種類あります。今回使ってるのはこのメーカー、ショイというメーカー、タイの。ショイス。ね。すごい、何でも合います。おいしい。これだけでも本当、野菜炒めとかなんじゃない？これおいしい。いや、おいしかった。もうおいしかった。最初、下準備、はい、用意した方が料理するときに、の関係が、失敗にならないので、はい、お湯気でも。わかりました。消化ですね、基本は立てて8
が苦手じゃないですね。大好き。よくね、苦手な生徒さんもいるんですけど、で食べてみたら好きになりました。あ、すごい。猫を使います。猫を使う、はい、猫はもっともっと香り出したり、うん、味も美味しくなりますよね。よく捨てる人が多い、うんうん、スープにも香りが出るから、はい、そっか、もったいなかった。で葉っぱはトッピングするのでこういう感じを切っていただいて、葉っぱのところにきれいにのせます。はい。お米はタイ米ですけど、あればタイ米、すごい、うん、これは鶏、もも肉。今回使うのはタイ産。ブラジルだと脂っぽいかな。日本とバジルの真ん中くらい。じゃあちょうどいい。ちょうどいい。生姜を細かく切る。はい。細かく。こっちも同じ形に。はい。猫の声、すごい。じゃあもうパクチーって捨てるとこない。はい、すごい。捨てるのもったいないみんな分かってほしいね。ちょっともうこのチャンネルを見てくれた方はみんなもうこれからパクチーには使うと思う。使ってくださいすごい勉強になる。知らないことがいっぱいで楽しい。はーい。ニンニクも同じ。はい。すごい雑だけど大丈夫。ああ、これは綺麗。雑いんですね。タイの生唐辛子ですけど、冷凍。いやー、楽しみ。これ入れて。はい、入れてください。はい。大体酸っぱさとしょっぱさが1:1。で、この酸っぱさが、ソイビンペーストとソイビンソースのバランスを。なるほど。はい、パンに鶏油を作ります。はい。だいたい大さじ2くらいですね。手間かかるけどでも美味しい。だから油取りから出した方がいいと思います。うん、わー、私こうしたことない。鶏から油を取って、すごいこだわって、生姜と米入れます。お米入れる。万が一のニュース用意しますね。うん、木の根っこを最後に入れて、はい、高速で炊きます。高速で、はい。わー、すごい。混ぜる。はい。お、あ、すごい。シャラシャラ。電話があってね、よしひとくんがちょうど出来上がるときに食べに来れるということで、先生いいですか、主人。嬉しいです。すいません、もう大ファンなのでお店の。いい香り。横に。鶏が大体20分弱火で、赤身のところがちょっとなくなった感じで大丈夫です。これもいいです。はい。このまま熱いので一回ちょっと切って、切ると並ぶときが綺麗になる。横に置きますね。はい。
キュウリを、あのこんな感じに花びらみたいに置きます。それをあの用意したパクチーを上に乗せると、カオマンガイが完成しました。生姜が 100g。 肉は斜めを切ります。斜めを切った方が、はい、あの柔らかくちょっとライフルを食べてみます。今日はせっかくなのでこの容器を使います。はい、固定を押さえながら、うん、あー楽しそう。これくらいでね、これくらいで炒めるんだろう。マイクロフォンしてくれちゃう。いろんな料理を極めたい。フライパンに油入れて、中火くらい。はい、調味料にんにく入れます、はい、にんにくをしたら、肉ではなくて、生姜を入れてください。はい、生姜。すごい香りがいい。鶏肉入れます。はい。入れます。はい、鶏肉。ジャバット。フライパンに完成でーす。イエーイ。せっかく赤身と緑を黄色をあのありますので上に乗せると、うん、美味しそうに見えるので、こんな感じです。綺麗。この量くらいに入れてください。わかりました。上手ですね。私盛り付け下手なんですけど今日うまくいけた。現中のパックの冬瓜が今の時期は手に入らないから代用しているこの大根を扇形に切りました。このまま入れて、あ、そうか大根も入れます。すごい、なんか右上で来たみたいな、もったいないことがない。エコな料理っていうか、すごいね。あ、ちょっと半透明になってきた。そうですね、はい、で、蓋閉めて、はい、あの透明になってきて、ね、で、火を止めます。あ、透明になってきてる。すごい、美味しそう。では大根を先に入れます。大根を先に。で、手羽先を上に乗せると、うん、見た目が美味しそうになります。で、パクチーを乗せます。はい。美しい。綺麗。
そうな匂いを嗅ぎつけてください。ありがとうございます。すごいじゃん。すごい作ったのこっちさえやらせたから、はい、どうぞ。マリオ、ミナが作ったの、ほんとすごくね。すごいスペシャルランチじゃないこれ。はい。いただきましょうか。いただきます。いただきまーす。麺も作ったんだよ。万がね、ちゃんと大米だよ。うん、うまい。これマジで家で作れる？特殊な、うん、あの調味料もやっぱ使ってるから、それを調味料集めの旅から行ってくる。やっぱりね、すごくこだわってるよ。すごく丁寧だった。ご飯をただ炊くだけじゃないよ。鶏の皮を焼いて、鶏の皮の油を出して、その鶏の皮を避けといて、その油を使ってとか、とても丁寧。だからそれは美味しいわけよっていうぐらい丁寧で。てっきり覚えた？あの、ちゃんと紙もらった。レシピもらった。生姜すごいいっぱい使って、生姜の炒め物、美味しい。上の子たちはさ、もうさ、ニンニクも生姜も大好きだから、全部好きと思う。スープ大事ですか？あ、美味しい。これミナちゃん作れるのかな？うまい。スープ驚く。これは、カオマンガイの火を茹でたものを使ったスープ。パクチーと合うわ。素晴らしいよね。こんな美味しいもの作れるんだったら俺だって食べたい。このチキンめちゃくちゃだろ。ではね、ちょっと食べよう。うまっ。この主食はね、本当に好きだから、もう喜んでくれるっていうのは分かってたけども、なんか食べれそうなお顔を見えてよかったよ。ニンニクも生姜もあるからさ、入ってるからっていっぱいだもん。もうここにあるもん全部食ったよ。わ、これもまず、一番楽しかったと思ったのは、私の知らないこといっぱいあった。料理って、めちゃめちゃ奥が深い。それこそさ、20年以上料理をしてきて、まあ結構、まあある程度さ、知ってるかなと思ったの、自分の中でも。全然知らないことだらけよ。まず、パクチーの根っこは捨てるべからず。捨てちゃダメ。ダメ。全部使わなきゃダメ。そのスープにも使えるし、あとご飯炊くときに入れても使えるし、そのまま食べても甘い。甘いの？え？根っこが甘い？めちゃくちゃ美味しかったよね。根っこめっちゃ美味しかった。マジ？じゃあ、今回はこのカオマンガイの教室だったんだけど、いろんなお料理の教室がまたどんどん出てくるってことなんですね。そうです。基礎からスペシャルまで、あ、はい。今回のカオマンガイは、基礎の一つ。基礎見るとかだんだん分かってきて、作り方も徐々に、ね、レベルアップして。すごい、ちょっと私は通いたい。ちょっといろいろ通おうと思います。結構なんか北海道や岩手の方からも生徒さんが来られたこともあるっていうくらい大人気なお料理教室。概要欄の方に詳しい住所やお料理教室等の詳細の方は書いておきますので、皆さんよかったらチェックしてみてください。はい、それでは皆さん、サワディーカー。